バーコード下段に書かれた文字が記載されているバーコードスキャナバーコードは下模様上の線の太さによって数値や文字を表す識別子の一種である仕組みとしては数字、文字、記号などの情報を一定の規則に従い一次元のコードに変換しているこれを主に店頭などで使われているレジスターや流通過程で使用されている各種の管理用 情報端末などの機械が読み取りやすいデジタル情報として入出力できるようにしている。バーコードは横方向にのみ意味があり、表すデータも数列や文字列でどちらも一次元だが、ドットを縦横に配列し多くの情報を表す二次元コードも普及してきた。代表的なものに電装ウェーブの QR コードがある。なお、バーコードをラベルに印刷するプリンターを バーコードラベルプリンターといい、バーコードを読み取るスキャナを、バーコードリーダーまたは、バーコードスキャナという。QR コードより、多くの文字を記載できるマキシコドトイザラス店内、プライスチェッカーほとんどのバーコードスキャナは、これらのいずれか、複数の規格に対応している。統一商品コードは、国番号2、または3桁、メーカーの番号5桁、または7桁、品物の番号5桁。 または3桁、間違い防止の番号1桁でできていて、すべての商品に異なった番号を付けることになっている。日本が1978年に国際エアン協会に加盟した際、国番号として49割り当てられたが、1992年に国際エアン協会から新たに45が付与され、現在では2つの国コードを持っている。日本で使われている JAN コードには、 標準タイプと短縮タイプの2種類が存在する。さらに、標準タイプには、最初の7桁が JN メーカーコードとなっているものと、9桁が JN メーカーコードとなっているものに分けられる。2001年1月以降に申請した事業者には、原則として9桁のメーカーコードが不板対応されている。9桁メーカーコード一つで、999アイテムまで不板することができる。 JAN コードを登録申請するときは全国の商工会議所、商工会や財団法人流通システム開発センターで販売されている JAN 企業コード利用の手引きを入手した上でその端末の登録申請書を使用して申請を行う。約10日から2週間後に JAN メーカーコードが不満対応される。インストアコードとは商店や団体などが 任意に不満できるコードのことであり、ポイントカードなどの会員証や生鮮食品などに利用される。当然、その商店などでしか通用せず、他店では別の意味を持つ。アプックでは2、4、エアン、JN では02,04,20から29で始まるコードが利用できる。アプックの2で始まるコードは価格をデータベースから参照せずに、コード内に持っているノンプラであり、 特に軽量商品などに利用される。4で始まるコードは10桁が、20から29で始まるコードは2の次からの11桁が、2に利用できる。20から29は、店独自の会員カードの会員番号などで利用されている。ありがとうございます。